こんにちは、ミッドヨス大阪の村井です。素敵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回のビッグエースショートパンツ10連発、大変好評だったんですよ。おお、ありがとうございます。ということで、ミッドウェストといえばショートパンツ得意なセレクトショップじゃないですか。と、自負しております。他のブランドのショートパンツも一挙紹介したいなと思いまして、計7種類、はい、さまざまなシルエット、デザイン、アプローチでこうショートパンツもございますので、7種類ということで、ワンウィークコーデ、はい、ミッドウェスト7 days ショートパンツコーディネートということで。ああ、いいですね、いい響きですね。はい、ちょっと YouTube っぽくコーディネートしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。トップバッターは僕も愛用してます、ヨークのマルチポケットショートパンツ、こちらを履いてみたいと思います。まずマルチポケットユーティリティショートパンツ、税込み37,400円。あ、ユーティリティですよ。もう僕サイズ1の着用です。あ、これでサイズ1なんですか。はい、ルシャちゃんサイズ3番です。はい、サイズ3番です。いやウエストコムですね。はい、ヨークさんうまいっすよね、このミリタリーの入れ方。カーゴポケットでもこのユーティリティタイプの小分けでより立体感のあるポケット、よく言うよね最近で、ね、ユーティリティ。はい、マジユーティリティですよ。マジ機能的。あ、ユーティリティって機能的って言うんだろう。じゃないですかね。なもうざっくりと捉えてるよね。日本人賢いなと思うもんね、本当に。ユーティリティがいろいろ感じちゃうから。竹感もユーティリティじゃないですか。使いやすい。使いやすいよね。はい、膝ちょい下ぐらい。これは本当でもユーティリティです。もうなんて言ったらいいか、ユーティリティとしか言いようがないもんね。素材感もユーティリティです。ナイロン 100% で撥水加工のある、こうちょっとこう雰囲気のある、これシャリ感のあるナイロンですね。これじゃあ地の伸びなのかな。地の伸びじゃないですかね。結構ねぬめーっと伸びるので、うん、履きやすいですよね。気持ちもいいです。はい。履きやすいしかっこいいですよね。なんて長時間座っても、うん、まあいいかなっていう感じの。そしてナイロン素材ならではのこのやっぱガシガシ履けて家でも洗えて。っていうところもポイント高い、うん、ちょうどビッグスポッツとかと一緒ぐらいの丈感。そうですね、そうですね、膝下です。ところの、まあ、セレクトショップミッドウェストとしてはこうおすすめポイント、まあそのスライドでというか、はい、なんかもう一本ショートパンツ、あの丈ぐらい履きやすいけど欲しいっていう方に、大人の人の履けるクリーンさのあるカーゴになってると思いますんで。で今の時期やっぱショートパンツ行くとあったかくなってきたけど、ちょっと上重めのやつ行ってもショートパンツにしたらいけちゃいますもんね、まだ。うん。まだ、ライトアウター。まだ気温ね、暑かったり寒かったりするんで、うん、ショーツで上、まあ何か羽織ったり、うん、長袖みたいなのは、すごく気温調節しやすいというか、短袖でなりすぎずになると思います。調整していくっていうのもいいっすよね。ということで、僕はティーベックとオルモスブラックのベスト。で、ちょっとこうナイロンみたいな感じで、組み合わせてみて。作業みたいな後ろにね、これなんていうの、このなんかこの着こなしのこと、ナリティリティなんだよね。オフしてるってよく言いますけどね。、うん、オフしてる、これオン。あ、そうなんだ。ああ、じゃあお客様にも言います。オフ、ちょっとオフしてくださいって。わかんないってこと。僕はオーバーコートの、はい、ウールシャツです。もうこの一緒だよ。はい、ソリッドタッチでも着心地抜群、ウールでもお家でホームクリーニングしていただけて、うん、ひんやりと清涼感があり、シャリ感のある素材なんで、ぜひおすすめです。カラーの発色抜群。大人の色遊びって感じですね。大人の色遊びの花とですよ。花です。にパステルに、このうちの別注のバックゴア、ものすごく履きやすいですから、はい、それもコーディネートの刺身がぴったりです。ぜひ。あと1個、はい、言い忘れ。僕結構細いんですよ。172センチ、50キロ、痩せ型。うん。ショートパンツ履くと足細く見えるなって悩みもあるじゃないですか。へぇー。そんな方にはカーゴ、この立体感とボリュームがカバーしてくれるかなって。へー、あ、細く見えすぎて嫌みたいなのあんの。僕はあんまりないんですけど、お客様には結構言われます。へー、そんな方にはかなりおすすめのショートパンツでございます。はい、続いて2つ目と3つ目は素材が特徴的な2つを紹介したいと思います。はい、メゾン三原康弘と東芽ビリビリです。僕着用がベゾン三原康弘 RC ツイルカーゴショーツ、税込み63,800円のサイズ44着用です。
藤崎さんがトーガビリリスリップストップショートパンツ税込み46,200円、サイズ46の着用です、はい、素材が特徴的な2種類ということで他にない生地ですよね。そうです。まずベゾン見晴れ水路 RC ツイルコットンレーヨンのコットン 50% レーヨン 50% の、まあ、程よくしっかりしながらもレーヨンのつるっとしたこの生地の光沢、清涼感がありますよね。ありますよね。それにさらにヴィンテージ加工っていうこの他にない表情の白、白白でもこう無理なくトライできる白白はね、これ永遠のトレンドですから。で究極の白 T、 リコースのトミー T に靴はちょっと華やかさ出そうかなと思って、まあ白だもんね、はい、シルバーに白が映り込んで白に見えますとして、いい感じですよね、うん、やっぱストーリー大切ですからね白、はい、というのと、先ほどもお伝えしたようにやっぱ僕にはちょっとカーゴぐらいのボリュームが欲しいかなっていうので。あ、なるほどね。はい、ほとんど気にしたことなかった。あ、ほんますか、うん、今しかもね、空前のカーゴパンツブームじゃないですか、うん、レームスにしても、うん、っていうのでなんかショーツもやっぱカーゴ入れてみるのもいいんじゃないですかね、うん、ウエストゴムスね。そうですね、結構伸びます。僕44で腰ぴったり、リックの44ぐらいですけど結構伸縮性高いんで、うーん、広く網羅できるサイズ感ですね。トーガのこれも面白い生地っすよね。いや、そう思うんですよ、やっぱりね。ナイロンリップストックってラミネートコーティングみたいな感じですかね、はい、そうですよね。このなんかベロワにも見えなくもない、うん、結構こう画面で見ると本当ベロワとかエンボスのレザーみたいな、こう独自なツヤ感ですよね、うん、独自なこのリキッド感というか、スポーティーなのに少しのエレガント味もあるというかっていう感じのコーディネートにしてるのかな。いや、まあなんかジャケットがいいなと思って、この応募コート続きですけども、もうこの素材のダブルもめちゃくちゃかっこいいので、めちゃめちゃかっこいいですね。素材感で見せる黒って感じですね。ぜひともあの夏なんかちょっと黒、中はねこれまたバンティーとかで調節してもらえばいいですよね、うん、このあの神谷のスネーク合わせてみましたけども、いいコーディネートですね。あれがもすごい、この素材に特徴的なあるショーツいくと半袖半端でもいけちゃうと思うんですよ。デザイン性高いんで、はい、うん、そんな少年感出すぎないと思うし、ジャケットにショーツって今年かなりトレンド感あるじゃないですか。そうなんです。結構プラダとかあのメゾンブランドもトライしてるバランス感と思いますし、じゃあ結構やりたいって方多いと思うんで、ジャケットにショーツもうオーバーコート全部見えてもかっこいいですから、いいですね。でこのサンダルもおすすめです。もうこれもう究極のサンダル、これ世界一かっこいいサンダルじゃないですか。かっこいいよね。やばいっすよね。もうほんとこれ欲しいわ。めっちゃ軽くなってますから履き心地もすごいですね。ちょっとねショートパンツ何本か持ってる方とかはこの2本いいんじゃないですかね。ぜひチェック。これブラックもあります。ぜひチェックお願いします。続いてはスウェット素材のショートパンツを2種類、セントマイケルと MM6 メゾンマルジェラです。僕、うん、着用がセントマイケルのセイント税込み29,700円の M サイズの着用です。 MM6 メゾンマルジェラショーツ税込み71,500円、サイズ M の着用です。スウェットショーツということでめちゃめちゃ楽です。まあスウェットはなんかもう新たなトレンド素材ですもんね。そうですね、うん、スウェットのワイドもしたりスウェットのショーツもいいですよね。なんかスウェットのカジュアルさが今なんかちょうどマッチングしてるんでしょうね、うん、そうですね。抜け感というかね、この素材の後ヌメット感というか、はい、それがちょうど合ってるんだと思うんです。でも一癖あっていいですよね。セントマイケルのもこう切りっぱなしだったりとか、うん、セントマイケルらしいちょっとこう加工感のあるナチュラルカラー、そして生地のクラ感、しっとり感、色味やっぱすごいいいと思いますよね。なんかヴィンテージ感を感じさせる、うん、はい、なんかその人となりを感じさせる色味になってると思います、うん、ストリートにもハマるしちょっとこうリゾートっぽい印象のコーディネートにもハマるかなと思って、ディスカバードのクロシェニットにレイプのサンダルって感じで合わせてみました。夏らしいんですね。はい、なんか派手なデザインの服もこのナチュラルカラーがいい感じに受け止めてくれるっていうのが僕はこのセントマイケルのいいポイントかなと思って、これもいいですよね。色味もいいし。そうです、わかりますか、これペインターパンツのダブルニオ
この断ち切ってからのスウェットにしてるみたいな。そうなんですよ。ないありそうでないですよね。あれそれだからなんかこうラインをこうバギーパンツをカットアップしてる感じなんで、リックナーのなんかベラ寄りの発想的な感じはありますよ。そうですね、丈感的にも、はい、カーリオフみたいな感じの。懐かしいですね。懐かしいでしょみたいな。そのあのズドンとしたワーク感もあるけど、うん、ラインの綺麗さもちゃんとあり、うん、でやっぱこの色もこの素材の感じも高級感ありますよね。ちょっとあれですかね、そのダブルニーとかワークパンツっぽいイメージでこうディッキーズ感のあるグレーというかちょっとだけいいですねこれ。僕ぶっちゃけ今日紹介するセブンデイズショーツだと一番好き。それと好みっぽいですよね。丈感、シルエット、程よいモード感、はい、程よいモード感のコーディネートですね。あ、本当ですか。あので頭はあのベレーをヘアバン風にするっていうのは、はい、個人的にはすごいあの髪長いのでいいと思います。めんどくさくなくてここら辺。じゃあ髪長い方はその帽子、これあの、はい、これ木島のベレーね、サマーベレーをあのこのニットキャップみたいに被るというのは、はい、でデニムシャツも TH、 ケンコバ感はあんま出ないと思う。いい感じですよ。靴もいい感じです。これボースの新型、はい、もう新作尽くしです。もう、はい、これ履きやすいです。そうですよね。厚みはあれと一緒ですよ、ゲオプラットフォームチェルシーと。そんなにあるよこれ。はい、でもうちょっとクッションエバソールなんで沈みがいいというか、スウェット素材も間違いないですよね。スウェット素材間違いないです。ショーツいろいろ揃ってますね。最後の6個目7個目はちょい丈長めのショートパンツ、うん、そうですよね。プラスデザイン性高めオールモストブラックとイコールのショートパンツを最後は紹介したいと思います。6つ目は私イコールダブルウエストカーゴハーフパンツ、税込み53,900円、サイズ2の着用です。藤崎さんが、はい、オールモストブラックドットボタンショートパンツ税込み44,000円、サイズ2の着用です。2の着用です。すごいデザインですね。リコールダブルウエストということで、こうウエスト部分が2段階のレイヤード仕様、さらにカーゴパンツでカーゴのディテールである止血テープが無数に垂れてるっていう。おでレングスもちょっとこう袴っぽい感じのドカッと広がるワイド型のショーツ。かっこいいです。かっこいいですよね、うん、デザイン性高いんですけど、生地はポリエステル 100% の高機能素材で、さらっとしてるし、扱いやすくて、いいしケア。いいバランスです。うん。で、ちょっとスカートっぽいような、キロートっぽいような、はい、なんか、リコールさんらしい、こう、どこにもないバランスっていうのを狙った感じをすごく感じれる、うん、一本になってると思います。そうですよね、うん。これはショーツ好きの方にはぜひとも、いい丈だよね。いい丈ですね、うん、僕めちゃめちゃ好きですね。一番すごく合わせやすくいいと思うんだよな。でこのウエストゴムのストリングですね。はい、サイズ2で僕やと結構大きいです。そうですね、うん、でギュッて縛ってホールドする感じの一応あった方がいいね。そうですね、一応あった方がいい。今2だけです一応今回。はい、はい、内崎さんの方は、はい、オールモストブラックドットボタンということで、僕も本当はこれ2ですけど、まあ、1でジャストでいいかなっていう。今2でちょっと腰で落ちてる感じで。そうですよ、ね。ドットボタン、このボタンのディテールで、これも素材感はポリエステル100で家で洗えて、ウーリータッチに見えるっていうよりの商品になってます。ね、どちらもモードなデザインですが、はい、意外と扱いやすいというのがポイント高いですね。はい。で、これはさらにこのボタンによって、こう、おすすめは、膝一個畳のでちょっとフレアっぽい、ボンテージっぽいようなここの1回、あ、なるほど、ボンキューボンって感じですね。ここで1回畳み作る感じが、うん、まあおすすめで、これを今度逆サイに畳むとシルエットのちょっと変形というか、こういう横からの、まあ、ギャザーというかもできるので、止め方が個人的にはちょっとおすすめかなっていう、はい、これめっちゃいいですよ。このボタンでもいけるし、サイドはこうグローブなんかってこうラインみたいにもなってるし、はい、しかもフロントもこうめっちゃ大きくタック入れてこう斜めにこう、そうです、グーってラインが出るように、袴のようにウエストから、はい、ラインが出てきますね。ちょっとモードなテイストが好きな方で、ね、この2本特におすすめっていうので、僕はリッコネスの
メンブレイン。いや、こういう風にこれ着てもらいたいですよ。デザイン性のあるものに合わせてみて。ベストこれ着るとほんとめっちゃいいですよ。かっこいいでしょ。なんか意外とこのハーネス感というかミリタリーベストっぽくちゃんと着るとなるんですよ。やっぱリックすごいよね。っていうのでハーネスのこれとのマッチングパッチリじゃないですか。この紐もなんか別に巻いたりしてもいいもんね、うん、なんかね、もうそれを自由にちょっとアレンジでっていうと、このリコールの紐にダークシャドウの紐にリックネスのジャンボレースっていうこの紐で遊んでるっていうストーリーです。これも着心地すごいんですよ、こんなカットじゃないの。かわいいですよね。うん、これかわいいな。これ横入ってるんですよ。そうそう横入ってやっぱよしよくも切り替えでも見せてきますよね。ここにポケットついてるのよ。素晴らしい。やっぱシャツでポケットついてるやつ欲しいんやけど意外とないんだよね。でも秋っぽいポケットのやつもなんかなっていう感じだし、 M65 っぽいのも、うん、これなんかやっぱちょっと気が利いてるし、なんか良そうになって涼しいですしね。いいと思うんだけどな。なかなかちょっと切り方は選ぶかもしれませんけど、おすすめです。これはかっこいいですね、うん、ということで、まあ、今回はセブンデイズショートパンツコーディネートで、ね、なんかうちらしくね、なんかちょっと癖があったり、まあね、はい、ほとんど今百貨店には並ばないだろうっていう商品はちゃんと入ってますので、し購入いただいてもきっとこうクローゼットにないスタイルで、うんうん、新しいこうこんな服と合わせてみたいなみたいなのが、ね、覚えさせてもらえると思います、気がします。ということで、まあ、リッコイス購入いただいた方にもぜひともおすすめのショートパンツたくさん揃ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今回も高評価とチャンネル登録をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。